こんばんは、スピリチュアルカウンセラーしおりです。今日も皆さんにスピリチュアルなメッセージをお届けさせていただこうと思います。今日のゲストはですね、運命鑑定カウンセラーの西方理央さんにお越しいただいております。西方さん、今日はお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではお名前やサロン名をお願いします。はい、改めまして西方理央と申します。四日市の富田の方で、愛花ヒーリングサロンという、サロンを経営させていただいてます。よろしくお願いします。はい、西方さんは運命鑑定カウンセラーさんとのことなんですが、はい、具体的にはどのような鑑定をされていますか？はい、はい、そうですね、お客様の生年月日とかですね、生まれた時間で出身地などからですね、統計学に基づいて、鑑定をさせていただいてます。いろいろなその戦術を取り合わせて、させていただいてますので、より重なるところを重要視してお話しさせていただいてます。で、あと最近ですと、しおりさんに指示を仰いでですね、オラクルカードの鑑定も始めました。そうですよね。はいはい、スピリチュアルはこの神様とか守護霊さんとか、まあ、ご神託、って言われる、ね、メッセージをお届けしてるんですが、西方さんがしてくれてるのを統計学に基づいて、その人の、ね、人生をいかにうまく歩めるかっていうのを教えてくださってるんですよね。はい、そうです。はい、で、近々西方さんにお会いできるイベントとかはありますか？はい、ですね、11月23日なんですが、チアーズフェスタですね、四日市市税120周年記念で、はい、行われるイベントですね、はい、こちらに、チアーズマルシェっていうのがございまして、そちらに出展させていただきます。はい、こちらはどのような鑑定をしてくださるんですか？はい、ですね、カラー診断、統計学に基づいたカラー診断とですね、はい、あとお子さん方も多いですので、うん、お子さん方の、適性適職 の診断とかもさせていただく予定でございます。はい、皆さんよかったらぜひね、はい、カラー見てもらったり、はい、楽しそうですね。そうですね、楽しみにしてます。はい、はい、では今日は早速なんですけど、西方さんとですね、神社のお話をしていこうかなと思います。もうすぐ12月になりますし、年末に入って1月になると初詣ですし、こう神社さんの参拝の方法とかをね、一緒にお話しさせていただこうかなと思います。で、実際やっぱ鑑定によく聞かれたりしますよね。はい、そうですよね。そうですよね。はい、なので私たちでちょっと考えてきたというかね、神様から聞いてきたことお話しさせていただこうかなと思います。西方さん、結構神社とか行かれますか？はい、はい、行きます。大好きです、ね、ですか。はい、やっぱり地元の神社さんですかね。はい、そうですね、一番今大事にさせていただいています ね、 そうですね、はい、そうですね、氏神様とかも結構ね、はい、皆さん行かれるかなと思ったり、1日回りとかもされるかと思うんですけれども、まあ、氏神様は土地を、その住んではる土地を守ってくださる神様ですし、1年に1度はこうしっかりとね、ご挨拶させていただきたいなというところですね。はい、そうですね、はい、そうですよね。うん、ではですね、まず参拝の方法からお話しさせていただこうかなと思います。で、皆さんご存知の通り、鳥居さんありますよね。あそこでは必ず一礼をしていきます。で、その時心の中で必ず失礼しますと伝えていきます。で、鳥居さんくぐってもらったら3度あると思うんですが、まあ、右側通行とか左側通行とか決まってるとこもありますし、決まってないところは必ず参道の端を歩いてもらうというのが基本になります。特にお伊勢さんとかやと、宇治橋ありますよね。あれの真ん中だけちょっとこう盛り上がってると思うんですけど、あそこは聖柱といって神様が通らはる道で、なので必ずそこに登ったりしてはいけないと言われています。たまにね、あそこへ乗って写真を撮ってはる人とかいるんですけど、いますね、あかんでと思いながらも良いのでそうですね、心の中であかんでとは思ってますので、はいはい、皆さん気をつけてください。はい、で、参道を歩き始める一歩目というのも実は決まっていて、例えば右側通行でしたら右足から入っていきます。左側通行やったら左足から入っていくんですけど、これは右側通行で左足から出てしまうと、
その神様の通る道にお尻を向けることになるんですって。そうなんですか。なのでこう失礼に当たるので必ず右側通行の時は右側からというふうに意識していくことが大事なんだそうです。でですね、次は口調図屋というところで、ね、口を清めてもらいますよね、はい、これは昔の方たちはみそぎをねされてたんですが、まあ、今はできないので簡易的に清めていくという方法なんだそうです。で、神社参拝時間というのも実はこれぐらいまでの方がいいよっていうのが決まっていて、それが朝の5時から午後の3時までと言われています。で、午後の3時以降っていうのはやっぱり私たち、というより亡くなった方々でもやっぱりこうお参りしたい方もいらっしゃいますので、そういった方々に道を譲るというのがルールらしいですね。なので午後の3時以降は行かない方がいいよとも言われていますし、やっぱり早朝の空気は全然違うので早朝に行ってもらいたいなというのがありますね。あとよくお賽銭投げ張る方とかいらっしゃるんですが、あれは神様に投げることになるので、ダメですね。あと参拝の方法ですが、事故しませんようにとか病気しませんようにではなくて、やっぱりこう健康でありますようにとか、ね、そういったプラスの言葉を使っていくのが大事なんだそうです。よくおみくじ引かれますか？たまにしか引かないです。そうですよね。おみくじも大吉とか凶とか結構ね一喜一憂しちゃうんですが、本当はその下の言葉が大事なので。結びつけて持って帰らん、と自分で持って帰ってくる方がいいと言われています。私は必ず持って帰ってきて何度もこう見直したり何月何日に引いたというので残していますね。なので大吉とか今日を重要視するんじゃなくて、その下の神様からのメッセージが大事というのがありますね。そうなんです。じゃあ今度はあの神社さんに行かせていただいたら、はい、おみくじ引きたいと思います。そうですね。で、はい、持って帰ってきてください、はいはい、あと、はい、お名前と住所は必ず伝えてもらうこととか、ね、はい、決意表明とかも大事だそうですね、はい、まあちょっとさらっとなんですが神社の参拝方法っていうのを話させてもらいました。ここでですね、西方さんと私で好きな神社ベスト3というのをね、はい、書いてきたので、はい、発表してもらおうと思います、はい、ではまず西方さんからどうぞ、はいはい。じゃあ好きな神社のベスト3ですね、私は、はい、はい。じゃあまず、3位ですね、あの地元にある砦神社さんですね、はい、こちらに、1日と15日、はい、お参りさせていただいてます、はい、はい。では次第2位の発表です。続けて発表するんですね、はい、あ、そうです、そうです、はい、じゃあ第2位と天川神社さんですね。そうです、天川大弁財天社さんですね、はい。こちらは私の守ってくださってる神様ですね、うん、そうですね、はい、はい、が、いてくださって呼ばれないといけないという有名な神社ですよね。そうですね、はい、はい。では次第1位ですね、はい、第1位はよいしょ、じゃん、はい、はい、平安神宮ですね、はいはい、ここは思い出の場所なんですよね。あ、そうです、思い出の場所なんですお話してもよろしいでしょうか。どうぞどうぞ結婚式を挙げた場所になります。はい、はい、そうですよね、はい、で毎年、うん、あの初詣もできるだけ行かせていただいてますね、はい、そうですね、はい。結婚式挙げられる方多いですか？そうですね、多いですね。でちょうど私たちがした後とか外国人の観光人の方も多くて、はいはい、ビューティフルって言っていただきました。あ、そうなんですね、はい、その時だけですね。めっちゃいい褒め言葉ですよね。嬉しかったですよ。そうですよね、はいはい、という感じで、はい、ベスト3ですね、はい、ぜひ皆さんまた行ってみてください、はい、では次に私のベスト3を発表させていただこうかなと思います。まず3位ですね、私の子氏神さんでもある鹿島宮ですね。娘のノアが神社大好きで毎日のようにここ朝仕事行く前に、行かせてもらってるところで、もうすぐ七五三なのでここでしようかなと思ってます。で第2位ですね、ブログ読んでくださってる方はやっとよく分かってくださると思うんですが、御神神社さん好きで、私母親のお腹の中にいる時からずっと毎月通ってたので今も通わせてもらってます。この間行かせてもらった時に白蛇さんが出てきてくれて嬉しかったです。
で第1位ですね、ブログにも龍神さんが登場してくれるんですが、ここの室龍穴神社というところで龍神さんがいてくださってます。この山の奥の方に龍穴という本当に龍さんが住んでる岩の穴があるので、また皆さんよかったら行ってみてほしいなと思います。っていうので神社の発表させてもらったんですが、やっぱ神社に行く目的とかってありますか？こうなりたいなとか。そうですね、決意表明とかですね。そうですよね、はい、うん、なので、うん、皆さんもこう神頼みじゃないですけどね、はい、そういうふうに頼むんじゃなくて、うん、次回来させてもらうまでにこういうことは必ず成し遂げたいので、うん、見守っていてくださいとか、うん、っていうふうにお願いしてもらった方がいいかなと思いますね。うん、あとやっぱりその時必要なエネルギーをくれたり、その時必要なメッセージというのをくれるので、私たちが求めているようなエネルギーとかメッセージと違うことっていうのも結構ね、あったりしますよね。鑑定の時とかもよくね、求めてくださってるのとこうもらうメッセージがね全然違ったりもするんですが、そこはやっぱり本当の意味で必要なものをその時いただけるというので言ってもらったらいいかなと思いますね。はい、でね、年末なので、はい、年末にお参り行かれるか、年の頭初詣にね、はい、1月に行かれるかはやっぱりこうその時の気持ちっていうのもあると思うんですが、まあ、静かにお参りされたいなと思う場合は年末の方がいいですし、活気あふれる時に活気あるエネルギーいただきたいなと思うなら初詣に行かれるのがいいかなと思いますね。今日は神社のお話をお届けさせてもらいました。で次回はですね、西方さんがなんと統計学で、男性女性18歳以下のお子さんの、はい、12月の運勢を占ってきてくださいます。頑張ります。私も頑張ってオラクルカードを引いて、まあそのね、当てはまるメッセージ何か受け取ってもらえるのがあればなと思いますので、次回は12月の皆さんの運勢というのを、ね、発表させていただこうかなと思います。はい、では、最後に一言どうぞ。はい、ぜひ12月の運勢も頑張って鑑定させていただきますのでご覧ください。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。では今日は神社の参拝の方法であったり好きな神社というのをお話しさせていただきました。次回は皆さんに、ね、向けてのメッセージになりますので、はい、ぜひぜひご期待ください。今日はどうもありがとうございました。